DDT プロレスが9月8日、愛知、名古屋国際会議場イベントホールで、友情、努力、勝利員名古屋2024を開催した。写真、KOD 無差別級選手権試合へ向け記者会見。王者、青木が差し出す手を遠藤は、遠藤は、サイバーファイトフェスティバル2022、2022年6月12日、埼玉スーパーアリーナ。 で、中島勝彦の張り手を暗い脳震盪を起こし、レフェリーストップ負け。その影響で42日間欠場し、当時保持していた KOD 無差別級王座を返上。KOD 無差別級挑戦は約2年ぶりとなる。青木は8.25後楽園で上野勇気を破り同王座を奪取。試合後、このベルトを取ったからには、中島勝彦にやり返す。 トディ・ t では禁断の名前を口にし、遠藤が挑戦を表明。青木が受諾して、名古屋大会での王座戦が決まった。9.4新宿フェースで大石誠に勝利した青木は、遠藤が悔しかったこととか、苦しかったこととか、全部リング上に持ってきてください。全力で受け止めます。そして僕が潰します。と王座戦へ抱負を語った。